どうもこのでですキー太郎ですじゃあ今日は n e x 時の NEXJ アーカイブビハインド・ザ・シーンが公開されたのでそちらの一緒していきますこれはね1週間前ぐらいに公開されたキルスティンさんと踊ったダンスのビハインドなんだけどめっちゃ最高だったね。ね。 なんかさ、私さ、これ先に私がこう出たら見て、なんか、キータさんがそもそも教えてくれたんだけど、見たんが私が先でさ、うん、めっちゃ良かったよ、みたいな。なんか、すっごいいいコンテンツだよ、みたいな。言ったじゃん。うん、え、そうなん楽しみ見るみたいな言ってたじゃ、うん。キータロさんが。<laughs> なんで今ちょっと。そんな言い方したら俺、多分それ LINE の文章だよね。楽しみ見るみたいな言ってたじゃんうん。<laughs> 最高やったやろ。最高。マジ夜中見たんだけど、やば、なんかもう求めてたのこれすぎてやばかった。わかるなんかさ、結局これだよね。そのさ、やっぱダンスとか本業のさ、頑張ってる姿。うん 見れるんがいっちゃいいんじゃないかっていう気持ちになってこんかった。これ見てたら。うん。いや、そうなん、そうなん。もちろんね、可愛い,いやつとかさ、そういうね、絡みわちゃわちゃみたいなのも好きだけど、そうなんかこの心身に取り込む姿勢みたいなのがやっぱ一番好きかも。そう。 でしょなんかさ、私さ、なんか多分うるさかったと思うけどさ、これ最初さ、あのー、作品の方。前回さ、出した NEXG の動画の方でさ、うん、あれはもうさ作品だったじゃん。で、あれのビハインドあるといいな、みたいな言ったじゃん、私。なんかライズもう似たよな、って、うん、あれがすごい良くて、みたいな話したと思うんだけど、結構その流れくんどって、なんか、本当にいいビハインドだったじゃん。なんか、うん このダンス面を結構がっつり見せてくれるっていうのが、最近の流れなんかね、今まではさ、わちゃわちゃに特化したやつがやっぱ多かったと思うんよ。いろんなアーティスト。うん、そうだね。まあなんか出ても、その、ダンプラぐらい。もうやある程度仕上がったやつ、結局。うん、このその途中のやつはさ、え、楽しいみたいな気持ちになるからさ。 マジ最高じゃん。うん。ねえ、この制作過程をさ、最初から見れるのめちゃくちゃいいよね。うん。しかもやっぱりさ、皆さんお気づきだと思うけど、まあ、あの、前回も言いましたが、あの、黄色い服の皆さんの、メクスジのミラクルのリアクションみたいな、あの、可愛いやつ。うん。あれがま、消えたじゃん、あれ。消えた <laughs> なんか。消えた。なんでみたいな。そう。なんで消えたんと思ったけど、でも結局さ、なんか、 うっすらちょっとさ、打ち出し方というか、なんか戦略変えてきたんじゃないみたいななんかチラッと言ったけど、ちょっとその感じせん、うん、そうなん。なんかそう。なんかこの2本立て続けにこのダンス系のやつ出たから、もしかしたらなんかそういう、もうカラーっていうかね、グループのカラーみたいなのをそっちによ、こっち側に寄せていこうとしたんかなみたいな。うんうん。なんか、わちゃわちゃのやつは結構日本語のコンテンツだったし、なんかそれすごい可愛いんだけど、うん、このさ、ネクスジアーカイブのラインはさ、やっぱ、 基本的に韓国語でみんな喋ってて。うん、で、なんかそれってさ、意外となかったっていうか、みんながこんな韓国で喋ってんの、うちらもそんな見たことなかったじゃん。うん。てかマジ驚きだった。ね。うん、え、なんかうまーみたいな。<laughs> みんなうまーみたいな。う,うん。そう、しかもさ、なんか頑張って、なんか覚えて話してるって感じじゃないじゃん。ビハインドだから、その日常の一幕を映してくれてるわけだけど、そこでみんな韓国語話しとるんすごくない うん。すごい。まあ、多分もうさ、思った、なんか、これ絶対多分23の、そう、二次プロ系列と思ったら、やっぱ23とどういう違いになるんかなと思ったんだけど、もう戦略が全然違う感じするっていうか、先に海外に行く感じなんかなと思ったわ。うんはいはい、あー、そうだね。もう。 ま、日本デビューと、そんな間も開けない感じで、すぐ韓国とか世界へやってくんかね。うん、なんかさ、一回ハイブの、なんかさ、ハイブの誰かのインタビューで、多分、その、社員さん的な、もしくは社長か、誰かのインタビューで、なんか、やっぱ、 韓国語でさ、コンテンツがあると、やっぱ世界へのリーチがすごいって、なんか言ってた気がするね。うん、日本語よりもみんな韓国語の方が、K-POP 好きな人はやっぱ韓国に馴染みがあるから、やっぱすごい見てくれる人が増えるみたいなさ、なんか言ってた気がするんだけど、やっぱそれかなみたいな。めっちゃその感じしないね、ネクスジは。いやー、そうだね。だって、まあ一応日本のグループとして、オーディションね、今虹ロの流れを組んでやってたけど、こんなに韓国色みたいな最初から強いんだって思ったもんね、なんか。 そうそうそう。だから売り出し方全然違う。やっぱりま2 3 2 3ってあれは日本でめちゃくちゃ爆発的にその最初はもう受け入れがすごかったじゃんみんなの。受け入れられ方が日本での。うん、だから絶対日本のコンテンツ増やして日本で先にさバーンって売れるが正解だと思うんだけど、うん、ネクスジーはそ,のそういう人気もあるけど昨今の感じの流れでいったらもうそういうさ日本初のグループも増えてきたし、うん、一気に世界でさ力つけようとか知名度とか上げていこうっていう感じだよね。 そっか、そうだね。まあ、日本で先活動する中心でやっていくって言っても、確かにバッティングが多いよね。やっぱりグループが。 もう言ってしまえばラポネも、うん。<laughs> そう、あの結局日本で先に多分行くタイプじゃん、あれは。そうだね。うん。ラポネ系列も。で、今ちょっとずつ海外いいって感じだと思うけど、やっぱそことさ、やっぱ吉本の力もあるから、そのバラエティへの進出の仕方、うん、やっぱラポネはえげつないじゃん。すごいなって思うじゃん、ね、やっぱりうね。うん。うん。ってなった時に、やっぱこういう K-POP のコンテンツというか、K、K-POP のなんかこう、K-POP のコンテンツを利用しながら拡大していくっていう流れなんだなっていう。うん そっか。だからもう韓国先進出しちゃって、そっちでもう人気得たら、逆に日本もその、まあ日本のデビューが先だと思うけど、ちょっと逆輸入っぽい、向こうでももう人気だよっていう売り出し方もできるもんね。XG と同じですよ、だから。うんですね。<laughs> ですね。ですね。うん。でもな、まあまあ、その韓国をんぬ抜きでも、すごい楽しかったじゃん、やっぱり。楽しかった。いや、本当に。 なんかやっぱレベル高いなってそのダンス動画見た時も思ったけど、この取り組み方とかも最初から結構すごいじゃん。うん。うん。一日目からそれなのみたいな。うん。うん、なんかみんなプロだよね。<laughs> マジで、うん。そうなん。あとやっぱそのさ、ゆうひくんさ、体調不良で一日目はいなかったけど、まあ二日目から合流して、でも二日目そのキルスティンさんがいらっしゃる前にもう友也くんがフリーリしてて、ある程度固めてても挑んでる感じも、あ、プロってなったんね。 分かるね一流の人ってそういうことしてくるもんねいやそうそうもう入ってます大丈夫ですみたいなもう普通に進行してくださいみたいなねっい,や、うん、い,い気持ちよく仕事ができるようもうそれキルスティンさんがしたてかさキルスティンさんやばくないキャラめっちゃ良くないめっちゃいい感じ明るいしさ、うん、なんか優しいしさすごいいい先生だよねうんそう一緒になってさバイバイやるとこもあるしか教え方とかも超上手そううん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  わかる。しかもさ、もちろんさ、その英語喋れるからお話になられるから、うん、歌いながらのとことかめっちゃ発音、あの、当たり前な、<laughs> 当たり前のこと言いますね。<laughs> すごいさ、綺麗、うん、な英語だからさ、すごいかっこいいと思ってさ。わ <laughs>、うん、かるわかる。ねあとさ、 なんかさ、そのキルスティングさんがさ、なんかみんなだ、みんなのダンスのさ、歴みたいなの聞いてる時かな。なんかユウくんがブレイクダンス9年やってて、で、モヤがその4歳からハウスとか、こう、これとこれとやってました、みたいな。分、うん、かってたわよ、みたいな。だからそういうフィーリングわかんのね、みたいな。うん <laughs> で、ケン君がさ、ソケン君が、やっぱベーシック、ワイヤーみたいな。そうそうそう。いい感じと思って、もうケン君がまた大活躍じゃんと思って。思 <laughs> った、あそこですごい笑い起きとったよね。<ー>うん。あの言い方とかもなんかすごい面白い基礎ダンスを1年みたいな、うん、さ、感じがもう最高と思って、うんうん。でもそうだよね、本当にケン君はあんまりもう未経験、しかもその1年もさ、ほぼニジプロ2の期間の話やろ、うん、多分。うんうんうん。うん。 いや、手を持ったらすごいケン君と思った、マジで。いや、すごい。あと、そういうキャラがさ、ある感じが。うん、もう、キルスティンさんにもやっぱちょっと伝わるんだ、みたいなさ。ねえ。そう、英語で言ってなんか笑いをきとったもんね。<laughs> そう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 。うん、え、てかさ、え、てか、ソケン君やっぱさ、韓国語でみんなさ、なんか今日の、 なんか反省というか感想みたいな、一日ごとにちょっと撮ってたりするじゃん。なんかそこでさ、うん、なんかみんな韓国語で話してくけど、やっぱソケンくんすごいなんか頼もしく見えんかった、あの感じ。うんうん、そうだね。もうみんな上手いしさ、上手だなと思ってたけど、やっぱケンくんのね、感じはナチュラルさがすごかったね。ね。あと、なんか韓国の方のコメントで、とも君くんが超わからんって言った、韓国人とそのあんまわからんって言っとる方いて、え<ー>、すごーい、みたいな。すごー いや、ほんとすごいよね。えー、だって、うん。だって、ゆうきくんとかさ、うん,うん。なんか、そんな喋れ、喋れるっていうか、だって、ミルクティーやろいや <laughs> いやいや。ミルクティーみたい。ね、すごい可愛かったもんね、あそね可愛か,かった、そう。 だってさ、もう、まあ、馴染みあったんかなわからん。その背景まではわからんけど、もう絶対勉強してるじゃんね。まあ、多分進行形だと思うけど。いや、てか、あの、彼多分さ、なんか、感覚すごいき、なんかうまい気がする。発音のなんか、私はさすがにわからんけど、全部あっとるのかわからんけど、うん、なんか、イントネーションの感じとかすごい上手だなって思ったんだけど、どうなんかね。なるほど。うん。センス系の人かもしれんね、そしたら。うん、耳がいいんじゃないやっぱり。あー、うん、なるほどね。 そう、あとはさ、その JP 練習生以外で言ったら、あとは、ゆうくん。ゆうくんも喋っとったよね。そうだね。最初さ、あの j p a c さんのさ、前でさ、あの、ピー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 ピピピピピピのさ、あの時のさ、前後にさ、なんかお話、韓国で頑張って話す、みたいなさ、girls, girls の前後で言ってたじゃん。あの時割と、なんか、多分、習いたての感じすごかったんだよね、結構。それも可愛かったじゃん、結局。 でもなんかもうそう、ああいう感じじゃなかったね。普通に頑張って話そうみたいなのが多分定着してるから、結構スラスラ出てきてる感じが。まあちょっと、ちょっとなんか言い直しみたいなのもあったけど、でもなんかすごい上達早ーと思ってさ。うーん だからやっぱりそのさっきこの丸も言ってたけど、そのもう結構最初から韓国がっつりやっていくために多分語学も必要だから、そういうのもそのカリキュラムじゃないけど、そういうもう必須科目なんかもしれんね。うーん、なんかそんな気がしたね。ちょっとさ、求められる韓国語の能力が高いと思うレベルが。うん、うん,うん、そうだね。あとさ、あとさ、その智也くんのさ、誕生日だからって,言ってさ、なんかケーキ持ってきて、せいたくんケーキ持ってきて、みたいなあったけどさ、 ケーキしょ、その、落とすというか、落ちそうになるみたいなハプニングとかさ、うん、その、ともちみたいな。ともちではないか。絶対言うと思ったともちんちゃんと落としたもんね。そのともちゃんもひっくり返したから。<laughs> ステージでね、こうやっておめでとうって言ってあっちゃんだっけな。うん まあちゃん、誕生日おめでとうともちんからから、ガチャーンみたいなやつだった。<laughs> そうそう、うわーみたいな感じだったから。いや、でも、<laughs> でもそれなみだって、ちょっとその、下までね、落ちんかったけど、ちょっと傾いて修復しとったよね。そうそうそう。で、聖太くんの服にめっちゃつくみたいなさ。<laughs> そ,うそ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 う。そう。だから、その、めちゃくちゃダンスを真面目にやるコンテンツってあるけど、そういうちょっとね、ほんとビハインドだから、ちょっとそういうさ、可愛い,い人巻くとかもある、そのバランスがいいよね。なんか、わちゃわちゃすぎないからさ。わかる。すっごい見やすいよね。いや、本当に。うん いや、本当に上質なコンテンツだなってすっごい思ったもん。てか、もう最初の冒頭ぐらいでも思ったから。うん,うん。そう。もうずっといいな。しかも25分盛りだくさんみたいな。わかる。でも5日間で仕上げたんでしょすごくないうん。いや、そうな。しかもなんかやりながらどんどん改良っていうかさ、よくしてって。ああ、じゃあここをじゃあゆうくん回ってみてとかさ。ね、どんどん、どんどん洗礼されてった感じだったよね。うん。なんかその場でね、変わったりみたいなあったっぽいからね。 うん、なんかその最後のさ、アウトローのところとかもさ、なんかちょっとノリでやってたやつ入れたみたいな雰囲気しなかったうん。ね、<ン>あのちょっと。うっぴー、うっぴーみたいなとこ。ね、曲ちょっと変わる感じのとこね、リズムとかね。そうそう。いい曲作るよね、ティンバーランド。<laughs> この曲の良さについて語りたい,い,い。いや、めっちゃいい。<laughs> いやめっちゃいいってか、すごいテンション上がるもん。<laughs> そう。あのね、またそのさ、あの、がなってる男の人の声が、一生パーティー男の声で最高な。わかなか。 ヘ和コナーみたいなやつだよね。だからそう。そう、あれファットマンスクープっていう人なんだけど、あの人がやってるやつすっごいテンション上がるから、ほんとクラブ向きでめっちゃいいああそうだね。テンション上がるもんな、本当に。そう。なんかね、シアラとミッシエリオットとファットマンスクープっていうやつあって、 それもなんかね、ずっとヒューミガオナーヒューミオナーとか言ってるやつあるん、ね、で。<laughs> そう、もうすっごいファットマンスクープはいいよ、本当に。こんなこと初めて言うね。ファットマンスクープいいよっていう感想。確か,に確かに。まさか K-POP とかそういうチャンネルやってて、ね、まさかだよね。<laughs> でも曲このやっぱ、やっぱ曲はさ、でもキリスティンさんとかが考えてくれたんかね。ん何回も言うけど。じゃないかな。あっとるね。 あっとる。しかもさ、キリスティンさんさ、本当フ振りだけじゃなくてさ、その見せ方みたいな。あのさ、カメラマンさんもちろん違う人だけど、多分キリスティンさんがさ、スマホ持ってさ、なんかやるシーンとかも結構流れるじゃん。うんうん。だからさ、うんうん、こういう風に見せたいみたいなのがもう、ビジョンがもうキリスティンさんの頭の中にあって、みたいな感じなのかなって、だから結構すごい、なんていうんだろう。すごいいいよね。なんかただの振り付け師じゃないっていうかさ。うん,うん。あー、そうだね。確かに。 私スメンパ2見れてないけどスメンパ2って結局そういうなんか見せ方とかのあれも出てくるから必要になってくるからそのステージ作り上げてなんかやっぱ一緒に作り上げるリーダーとか結構指示めっちゃ出すんでやっぱりこういうここに立ってとかうん角度こうでとかあるからああいうの昔からやってたのかわからんけどなんかもうできる人だよねそういうのもね全部。 なんか総合プロデューサー的な総合っていうか、ダンに関して。う。ん。もう振り付けするからには、やっぱいい作品として、まあ、出したいってことだと思うから、うん。すごい、なんか入り込んでるな、めちゃくちゃいいな、しかもその、よいよよみたいなさ、その、なんか結構鼓舞しながらさ、こうやって撮りながら見てて、動いて、ご自身も動いてね。うん。すっごくいいなと思ったんよね。わかる。なんかね、人気あった気がするよ、やっぱり、スメンパ2でも、この方。でも、そうだろうなんて思ったよね、これ見て。 うん、そう。めちゃくちゃいいもん、人が。キャラも最高だし。ね優しいしね。うん。うん、なんか、差し入れとかなんかアイスアイスだっけアイスとかも買ってくれるしね。うん、そうそう。なんか、みんながチョコやイチゴを選ぶときに、堂々と抹茶を選ぶ剣とか言ってるんでそれ説明いるんかなとか思いながら、いいじゃん、抹茶選んでと思ったけど。なんか、かわいい。なんか、後ろで剣くんが、うーんってやっとって。<laughs> 俺、抹茶、みたいなね。そう,そうそうそう。<laughs> あとさ、なんか YouTube のコメント見て思ったんだけど、やっぱりね、すっぴんのゆうくんが強すぎるっていうコメントがめっちゃ多くて、確かに、みたいな。 そっか。そうだよね。まあ、ダンスの練習だから、まあ、すっぴんだもんね、みんなね。それっか、みんなかっこいいよ。でもなんかさ、うん、やっぱ、まあ、一応、そのネクスジのメンバーの中で、やっぱりさ、ほら、ユウくんが、イケメンナンバーワンみたいなさ、やつだったじゃん。その、あ<ー>投ビジュアル、ナンバーワン。あ、そうそうそう。うん。そう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 。いや、でも私は、その、メイクしたときのユウくんもやっぱやべえなと思ったんだけどね。ああ<ー> <laughs>、そう。わかる。わかる。でも、めっちゃ強いね、すっぴんも。うん。いや、いいね。 映えるね本当に映えるそりゃゆうひくんもさなんか風呂上がりのさゆうがすごいみたいな言うよね <laughs> ねえ<ー> <laughs> でまあそんな強いゆうくんだけどさゆうくんとけんくんがさその定点カメラのとこでまあ、全員が話すちょっと前に2人が先登場してなんか髪の毛癖っけみたいなちょっとなんか汗かいてわシャわシャわシャとかやっとるときめっちゃ強いよねわかる結構さアップ見だったじゃんやっぱりうん、なんかそのかすごい近かったから うわ、強い、ありがとう、みたいなね。うん。そうなん。しかもそのちょっと前はさ、ゆうくんがなんか多分寝るシャツのなんかボタン開いとって、なんか、あ、開いとる、俺開いとるからちょっと閉じようかな、みたいな。なんかちょっとそこら辺気にしとる感じも、え、閉じんでいいよ、みたいな。<laughs> <laughs> 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 そういう声なら逆に閉じた方がいいわ、じゃあ。<laughs> あ、逆にか、逆にか。そっか、そっか。<laughs> いやいや。そうな、なんかあそこいいよね。僕も癖っけとか言って。えー、それで癖っけなみたいな。そのままでいいよ、みたいな。あー、てか、癖っけでさ、あのさ、髪の仕上がりなんすごいね。綺麗じゃない、はい、綺麗な癖っけだね。うん。いや、そうそうそう。エンティームのケイ君なってさ、すっごいサラサラなにすごい気にしとるん,んだから。えへへへへ。そりゃそうだよ、いつも。<laughs> <laughs> 整えがすごいんだからもうケイ君は <laughs> そうだよねそうだよね <laughs> 全然大丈夫でそのままでいいよって言ってるのに気にしてるからねいやでも気にしてるケイ君がいいんじゃなんかねいやわかるわかるこんな美術強いのに<う>みたいなそうそうそこまでがセットだよねうん <laughs> 以上でね今回はネクスジのネクスジアーカイブビハインドザシーンが公開されたのでそちらの保証してたんだけどいやもう何度も言うように本当に超いいコンテンツだったねうんこうやって作り上げてくんだみたいなさうん やっぱやってるチーム、あんま多くないからね。こういうダンスの練習のところ。うん、そのダンスの休憩中、練習の休憩中のビハインドとかはさ、あったりしても、うん、本当にやってるとこはあんま見ないから、私が見てる K-POP は少ないのかもわからんけど、あんま見ないかなと思って、楽しかったねそうだね。確かに出来上がったものを適用してくれるけど、その過程までって、あんま明かしてくれないよね。多分、企業秘密みたいな感じなんかな、うん。うんうん。特にまださ、その、やっぱ日本初のグループとかだと、なんか新しい感じ。うん でしたわ。そうだね。だからさ。もう前回もちょっと予想したけど、その x 字アーカイブっていう。なんかシリーズっぽいからもういろんなね。これもダンスしかり歌しかり。なんか良質なね。なんかそういうのどんどん見たいよね。うん。でもさ逆にあれなんかね。そのあんま日本向けのコンテンツはその。 ほぼない感じなんかね。なんかそれはそれちょっと寂しい気もするし、バランス結構難しそうだなと思ったわ。うん、すっごいいいコンテンツだし、いい戦略なんだろうなって思うんだけど、なんかちょっと置いてきぼり感になるとさ、大体まあ揉めるから大体。<laughs> それって揉めるからやっぱり。う,ね、うん。確かに。結局わちゃわちゃ好きな層もめちゃくちゃいっぱいいるからね。そう,そうそうそう。そうん、だ,かだからバランスどうなるんかなっていうところもね、込みで気になるよ。そうだね。まあだからさ、ネクスジの次の情報が楽しみだよね。そうだね。